店長さんは村の人が日常的に使える新商品を考えてるみたい。次に採集に行く洞窟で新商品につながる素材を手に入れられるように私も努力するわ。あとは危険な場所だからアイリスが余計なトラブルを起こさないといいのだけれど。次回第5話、新商品を開発しよう。新商品、夢がいっぱい、ワクワクです。次回も見てくださいね。